こんにちは、あがみです。今日は日付が変わって6月の23日の金曜日になりましたということで、日付変わってってまだ12時3分ですということで、移動になったので Vlog やっていきたいと思います。ちょっと2日ぐらい空いちゃったでしょ。横浜行っててさ、ちょっといろいろ勉強になりましたよ。本当に外に出るってすごいいいなと思ってで、今日さ、やっとこさ、銀行の人と、話す時間が、時間があったというか、今日やっとこさ、返答があったんですよ。融資の申し込みをしてたでしょう。ほんで、まあ、いろいろと資料を用意してさ、こうやってたでしょう。で、今さ、まあ、この3年ぐらいってさ、コロナの影響とかを受けた会社ってさ、この3年めちゃくちゃ赤字みたいなさ、会社っていっぱいあるでしょ。皆さん会社やってる人がいたらさ、影響を受けた会社に関しては、すごい大変だったでしょう。気持ちわかるでしょう。まあ、うちもそういう風なわけ。でさ、融資ってさ、基本的に銀行の人とかさ、数字を、決算書とかを見るでしょう。で、債務超過になってたりとかするともう貸してくれないとかさ、なんか結構あるでしょう。だけど、今、要は、この間さ、俺取りに行ったさ、セーフティーネットっていうのをさ、使って、要は今、緊急事態なんで、こうセーフティーネットつって、その通常の枠とは別の枠を作って、なんちゅうの、困ってる会社を支援していきましょうみたいな制度があるわけ。で、それをやるためには、ただ数字だけ出したら、もう、なんだこれつって、赤字だがやつって、もう終わりっていうのはもう目に見えとるでしょう。だもんで、今後、どういうふうな計画で、こう、事業の再構築を図っていきますみたいなことを、金融機関と一緒に考えて、こうやっていくっていう伴走支援型っていう、そのやつがあるんだわ。その融資がね。で、そのバックアップを、名古屋市保証協会とか、愛知県保証、あ、うちは名古屋からね。まあ、要は保証協会っていうところが、なんかバックアップしますよ、みたいな。なんかあるんだわ。その名古屋市と、名古屋市保証協会と、金融機関が連携して、その中小企業の皆さんとみたいな、なんかあるんだわ。だからさ、なんちゅうの、銀行の人と債権をどうのこうのっていうのを話して、それを申し込むっていうのはもう大前提なわけ。ほいで、まあそれやってたでしょ。で、まあこの間も話したけどさ、なんか若いさ、女の子が担当になって不安しかないけど、まあうちみたいな変なちっちゃい会社はそんな担当しかつけてもらえんから、もうその人を信じるしかないっつって言ってたでしょ。ほんでさ、いろいろ話をして、分かりました、全力で頑張りますとかって言っとったんだわ。本当に大丈夫っつって、なんかちゃんと先輩に確認してやってくださいねとか言ってたんだ。いやいや、もう大丈夫っすよみたいな感じだったんだわ。ほんで昨日かなんかも電話かかってきて、まあ今日会うっていう決まった時の電話ね、昨日電話かかってきて、ほんで明日時間取れませんかって話になった。で、その昨日の時に、どういう状況ですかつって、ほんなの、これってなんか担当によって変わったりしますよねつって、いやいや大丈夫っすよ、ははは、みたいな感じだったの。ムカつくでしょ、なんか、その時点で。ほんで今日行ったら、ちょっと保証協会の方から、追加の融資は難しいっていう、返事でしたつって、本当にお力になれず申し訳ございませんって言われたわけ。はあはあはあと思って、別にいいんだわ、ちゃんとやって、その上でもダメだったら俺別にそこでなんか、それはそうだね、向こうの判断だもんで。だけどちょっと待てよ、なんで今結果出たと思って。俺なんかさ、事業再建のさ計画とか、あとうちの現状とか全然まだ銀行の担当知らんわけ。なんでと思って俺聞いたわけ。いや、そしたらなんかもう
やっぱり保証協会が、NG だと、うちもこれ以上進めることができないんで、みたいな、なんか言ってくるわけ。ちょっと待って、さっき言ったその伴走支援みたいなやつって、銀行員がまずうちの事業を把握しとるべきで、で、そのことを説明して、で、こういうふうに再建してきますってことも伝えた上で、でもダメだって言われるんだったら、俺ももう納得がいくじゃん。その、うちがこうやって再建していこうっていう考えすら、もう全然認めてもらえないんだなと。なんかもうじゃあ自分で頑張っていこうって思うじゃん。だけどさ、おかしいなと思って、俺その担当にさ、なんか、まあ口頭では説明したけど、資料とかまだ何も渡してないわけ。で、一番最初口頭で説明しに行った時に、いや、必要書類とかあればもうすぐ持ってきますから、どんどん連絡してくださいっつって、ほんで連絡が全然来んくって、で、やっと昨日電話がかかってきたわけ。ほんで昨日の今日で今日行ってきたわけ、銀行に。ほらさ、いきなり行ったら、すいません、全力で頑張ったんですけど、ちょっととかって言ってくるわけ。なんでこの資料も出しとらんのに、そんな回答なんですかとかって聞いて。ほんでさ、うち新しくクレープ屋出してとかっていうこともなんか全部伝えてあるんだけどさ、なんかカフェでしたっけ新しく作ったのぐらいのノリなの。いや、何も分かっとらんかお前ってなるでしょう。おいで、まあいいやと思って、ってことはその今日行った銀行はもうなんかこれ以上の追加の融資はできないってことですよねっつって、まあそれだったら別に 何も話す必要ないんで、ただこの伴走支援っていうのをその担当の子は理解してて、そこで全力で動いてくれたっていうことですよねって言ったら、はいとか言って、お力になれず申し訳ございませんって言ったんで、ありがとうございましたって言って銀行出て、普通はさ、その名古屋市の保証協会ってところはさ、金融機関から連絡したりとかするとこなんだけどさ、俺もその足で保証協会行って、ほんのちょっとその担当の人いないかっつって尋ねて、突然行って、ほんで話をした、たまたまその人と話ができたわけ。そのうちが行ってる銀行と、やり取りしてる保証協会の方の担当の人に会えたわけ。今日の夕方ぐらいに行ったら。ほんでさ、話しとって、まあ話しに行ったのは、いや実はこういう風で、もう一回申し込んじゃったら、次のもうチャンスってもうないんかなっていうことを聞きたくて、行ったわけ。ほんでさ、話しとったらさ、その銀行の担当から何も来てないっつって、そのプラス資料みたいなものは。ただなんか資産表が送られてきて、なんか1100万の希望で、なんですよ、みたいな。あ、言っちゃった。1100万円借りたいんだわ。1100万の希望です、つって。それ以外何も言ってないらしいわけ。要は一番最初に言った数字だけ見たら、決算書とかの、もう 100% ダメなんだけど、そこに対してどういう計画がっていうのがあるから、またそれを検討してもらえるっていう制度なのに、そのプラスアルファを何にも提出してないわけ。だけどその銀行の担当は精一杯やりましたって言ってるわけ。むちゃくちゃでしょ、本当に。もう本当に、ブチ切れたのかなと思ったけど、ちょっと待てよと、ここはもう冷静にと思って、とりあえず本当に怒りを抑えて、めちゃくちゃ冷静には喋ってきたんだけど、これ本当やばいからね。なんていうの？そんなさ、若いやつの練習に使われてる場合じゃないんだ、俺ら。俺ら結構真剣にやっててさ、いろんななんか影響を受けてさ、それでも立ち直ろうとしてやっとるときに、そんな新人の練習みたいな、お客さんとのやりとりをね、もう多分あんなもんさ、終わっても、今後気をつけろよ、みたいな感じぐらいで終わっとると思うんだけどさ、俺もうまさか俺が名古屋市保証協会に行くなんて向こうも思っとらんでしょ。ほんで行ったら、もうまさかの何にもやってなかったってことが、判明して、俺すぐ電話したんだけど電話も出ないわけ。でその上司の方に電話して、今行ってきたらこういう風だったけど、さっきの話ってどういう風だったって言ったら、申し訳ございませんとか言って、いやいや申し訳ございませんじゃないだろうってなって、ほんでまあこっからが問題なんだけど、
それを踏まえてもう途中まで進んどるでしょう。ほんでその保証協会的にはあの追加資料を出してくれれば、まあ、全然検討の余地があるんで、で銀行の方には保証協会から追加資料の提出をお願いしますって言ってたって伝えてくださいって言ってくるわけだよ。なんで俺が間に入ってさ銀行員の仕事をしなかんのだぐらいの感じなんだけど、まあそういう風なわけ。ただもうマジで腹立つでしょクソみたいな銀行、もうマジで嫌でさ、もうそこのそっから借り取る分の借り換えだったんだけど、もうそれを違う銀行で借りようかなと思って、違う銀行で借りてそっちの借金を全部消してもうそこの口座解約してやろうかなと思ってるんだけど、まあうちみたいなちっちゃいところがあのそこを解約したところで向こうには何のあれもないと思うけど、あの別にだけど心情としてもうあんなクソみたいなところとマジで付き合いたくなくて、やってもねえのにやったって言っとるとか、こっち人生かかっとんのにそれをなんか力になれずすいませんってアホかと思って、だからまあそんなようなことがあったわけですよ。だから悩んでんのはもう途中まで資料とか全部進めてっちゃってるんで、あのまあ今日の保証協会の言う曰くあと追加資料を出せばまた再度検討が始まるんだけど、そこを使いたくないでしょってなるとまた一からやらなあかんだわ、あのこの1ヶ月やってきたことを違う銀行で新たに新規で、なんかどっちにしようと思ってすっごい悩んでるわけですよ。クソ銀行に追加資料出せって言っとったぞっつって言いに行って、お前何もやっとらんがやっつってもう倹約のままなんかこうずーっとやっていくのか、まあ新しい銀行っていうのも、まあ新しい銀行は前にちょっと相談してたところだから、そこは人がいいとこね、人がいいところだからちょっと資料とかをまた一からやらなあかんけど、もう本当に信頼できる人とこに頼むのか、その二択で今めちゃくちゃ悩んどるわけ。もう今までの時間を無駄にしたくないと思えば当然もうクソ銀行に頼むしかないんだけど、でももう俺がこれはクソ銀行とか言っとる時点で今後いい付き合いができるわけないでしょ。だからやっぱりさ、もうちょっとまた大変になるけど1ヶ月、マジこの1ヶ月あいつが無駄にしやがったからね。だからまた1ヶ月大変になるけど一からやるか、まあそっちがいいかなってはちょっと思ってるわけ、クソ銀行がみたいな感じですよ。まあそんな感じで本当にやっぱり前も話しましたけど、担当によってそのクソみたいなさガキみたいなさあんな何にも分かっとらん担当によって俺らの人生がなんか狂わされるって思ったら本当腹立ってきたし、逆になんかあんなやつをさ担当に置くなよマジで、舐めやがって。一回ちょっと電話したろかな銀行のなんかクレーム室みたいなところに、舐めとんのかってマジで、あんなやつを担当に置いて練習台じゃねえんだこっちはっていう、あいかいかちょっとまたムカついてきた。冷静に冷静に、まあそうですよ、うちなんてね弱小なんでそのうんこみたいなやつしかつかないんですよ担当は。まあそれはしょうがないけども、まあ俺は本当に諦めが悪い性格なんで今日銀行からダメでしたっていう回答を得たんだけど納得がいかんかったもんで直接保証協会行って確認したところ、やっぱり思いっきりなんか何にもやってなかった、それはゼロになるに決まっとるって担当が言っとったもん。こんだけの資料しか出してこんくって銀行からの説明がこれだけだったら私たちとしてもこの回答しかできませんでしたと。ただ今社長さんがおっしゃるようにそういう計画があるのでしたら全然まだ検討できますので追加資料として出してくださいって言われたもん。ただのクソ銀行ということで、早速久しぶりのあれなのにさ愚痴でしょう。マジでさこんなとこで人生狂わされるとこだったわっていう Vlog でした。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。